皆さんこんにちは。私は来年のイベントの司会を担当いたします、日本の現代礼儀マスター増田明子と申します。今日は日本の窓口コーディネーターの田口幸典さんと蔵前山に来ています。ここが三門です。はい、これから中に入っていきたいと思います。ここが手水書です。いつもだとこう使えるんですけれど、今コロナの感染対策のために使えないことになっています。山門をくぐりました。今ここを登って今度はケーブルに乗りたいと思います。はい、今山門をくぐってこれからケーブルに乗ります。でケーブルを降りてまたちょっと歩きますね。歩いて今臼井先生が修行されたここ大杉権現まで行きたいと思います。今ケーブルを降りてここからまた歩きます。本堂を通って木の根道を通って大杉権現に向かいたいと思います。今ケーブルから、階段などを登って今ここまで来ました。こちらが本殿です。でこの奥の方から入って木の根道を通って大杉権現に向かいたいと思います。今、鞍馬寺本堂前から比叡山をズームで仰いでおります。この比叡山には日本仏教の覚悟と呼ばれる延暦寺があり、臼井先生当時はここ鞍馬寺は延暦寺を拠点とする天台宗のお寺でした。比叡山から鞍馬寺を望めば京都の山並みの中に鞍馬寺を見つけることができます。こちらは現在の鞍馬公共の様式です。臼井先生当時の天台宗のお寺にはこのような様式はなかったことです。奥の院参道から木の根道に向かいます。今日の日付は2022年3月7日です。ちょうど臼井先生が鞍馬山にこもって21日間の修行をされた日のちょうど期間の中に含まれる日にちだではないかと思います。で今日は今上のところまで、まだ一番上までは行ってないですけど、雪がちょっと残っているので映像に撮ってもらいました。木の根道に入ります。ここを通り過ぎて大杉権現に到着します。しっとり濡れてるからちょっと綺麗かもしれないです。2017年の大きな台風でここにあった大杉権現社の祠が、はい、飛んでしまったようです。ご神木も倒れたんですけれど、ご神木は今倒れた状態で今保存されているようです。この一帯が臼井先生が修行されたとされる大杉権現の一帯です。2017年の台風でだいぶ木が倒木してしまっているので、空がもともとねこんなに見える状態ではなかったんですが、今はこのような状態になっています。
田口さんが昔の、 あの写真を持ってらっしゃるので動画の中に写真を加えてくださるのではと思います。では大杉権現から今来た道を戻ります。私たちは帰りもケーブルを使いますが、景観を楽しみたい方は歩いて帰ることができます。